作業中に周囲が汚れないように保護する塗装用マスキングテープ。養生作業に必要不可欠なアイテムで、DIY などで一般家庭でも使う人が増えてきています。しかし、有名な 3M、3M をはじめ様々なメーカーが販売しているので、どれを購入して良いかわかりにくいですよね。そこで今回は、通販で購入できる塗装用マスキングテープの選び方とおすすめ、人気ランキングをご紹介します。なお塗装用マスキングテープの選び方だけでなく、使い方のコツもランキング後にまとめているので、ぜひ最後まで目を通してくださいね。リストの最初の製品は建築塗装マスキングテープ 3M ジャパン2899塗り分けハンダマスキング仮固定といった幅広い用途に使えるマスキングテープです。特殊な背面処理が施されており、テープを剥がした時の塗料落ちを防止、テープ自体が薄いため手切れが良く、見切り線も綺麗に出せますよ。塗装や模型、工作の仮止めなど多用途に活用できるマスキングテープを備えたいなら注目してみてください。2番目の製品は建築塗装用マスキングテープ日東電工。直線性に優れており、建築資材のマスキングなどに便利な商品です。剥がす際に切れにくく、糊が残りにくいため、テープを剥がした部分も綺麗に仕上がります。視認性の良いカラーで塗装面と養生面を見分けやすいですよ。次の製品は建築塗装用マスキングテープ S、ニトムズ J8100、幅 12mm 長さ 18m のマスキングテープで建築塗装に適しています。和紙の機材にゴム系粘着剤を使用しており、高い耐候性、耐水性です。壁や塀のペンキの塗りのほか、プラモデルなどの工作品塗装にも使用できます。屋外でもタフに使えるマスキングテープを探しているなら、候補に入れてみてはいかがでしょうか。次の製品は塗装用マスキングテープバイオッキー。摂氏120度までの耐熱性を持ち、ヒートガンを使った乾燥時などにも使いやすい商品。手で簡単にちぎれて剥がしやすいため、作業効率を高めたい人や、糊残りなく綺麗に仕上げたい人にうってつけです。6巻セットで広範囲への使用にも適しています。次の製品はマスキングテープナンバー222日番。重ね貼りできる上に手で切れるマスキングテープ。熱処理によって粘着力が高まるのを抑えるため、剥がす際に糊残りしにくいですよ。有機溶剤は不使用の和紙タイプで、車両にダメージを与えずに使いたい人に向いています。次の製品は、正宗マスキングテープ建築塗装カモイ加工紙。テープを引き出しやすい、建築塗装用のマスキングテープ。適度な粘着力があり、付きやすさと剥がしやすさのバランスがあり、付きやすさと剥がしやすさのバランスが良いですよ。機材に強度があるおかげで切れにくく、塗装後もスムーズに剥がせます。リストの次の製品は建築用マスキングテープハンディ、クラウン。粘着剤にゴムを採用しており、剥がしやすさを重視する人に適したマスキングテープです。しっかり貼れるのに、糊が残りにくく、高耐久。テープ幅は 15.18×24.30mm と4タイプのラインナップで、用途に適したものが選べます。次の製品は、マスキングテープ 3M243J18 直線、曲線どちらもサッと貼れる和紙製のマスキングテープです。シャープな見切りラインが必要なマスキングに適しており、車の塗装を検討している人におすすめ。紙の強度があるため縦裂けが起こりにくく、耐熱性にも優れています。リストの次の製品は、P カットテープ、寺岡製作所。手で簡単にピッと切れる、綺麗な切断面の養生テープ。透明タイプのため、貼った場所が目立ちにくいですよ。各種材料に貼りやすい、強粘着性を持ちながら、糊残りが少なく、剥がしやすさにも優れています。リストの次の製品は、
スーパーサスケカモイ加工し、紙切れ性能がアップしており、スムーズに引き出せて、直線性、見切り性に優れています。塗料がテープ背面に密着しやすいので、周りが汚れにくいでしょう。粘着剤は、耐候性、耐水性があり、剥がした際の糊残りも少ないですよ。リストの次の製品は、弁慶加モイ加工紙。剥がす際の紙切れしにくさに長けた強靭な機材を採用している加モイの弁慶。浮きや剥がれが発生しにくいので、漆喰の弁慶。浮きや剥がれが発生しにくいので、しっかりマスキングできます。見切りは良く、直線性も高いですよ。リストの次の製品は、歌舞伎エスカモイ加工紙。軽く引き出せて、手でカットできるテープ。重ね張り性能に優れているため、複雑な部分へ塗装する際にも便利です。摂氏100度までの焼き付けにも耐えられる、車両塗装用で、建築塗装用としても使えますよ。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。